トムリトンでーす。今回はアリバイの新技を見つけてしまったので紹介していきたいと思います。で、これね、本当に発見しちゃったんだけど、これホログラムを外に投げる理由がようやく見つかったんですよ。で、これホログラムを外に投げると、これどうなるかっていうと、敵の画面に大きくエリア外で敵を発見というテロップが出る。で、これ投げることによって本体が外に飛び出した時にわざわざそのテロップが出なくなるから、相手が本体が出てきてるっていうことに 1.5 秒から2秒ぐらい認識に時間がかかるんですよ。これね、もうやばすぎる裏技なんで、もう紹介していきたいと思います。こいつわざわざ新技探してるとか哀れだなとかね、思ってると思うけど、いや、最初にも言ったけどね、見つけてしまったんですよ。もううっかりね、新技見つけちゃったんで、もうこれもうほんと申し訳ねえ。いや、マジか。おい、許可なく人のガジェット壊すなよ。もう訴えんぞ、法廷で会おう。もう何やってんの、もう俺の仕事道具なんだよ。もう弁償しろ。もう8100円返せよ。昔の CG の定価の値段、もうね、二度と壊されないように駐車場に置いたんで、もうこれだとね、もう信憑性なくなっちゃうんで、もう 100% スキャンさせる方法もね、教えちゃいますよ。しかも無料でだ。もう2個も教えちゃうからな。もうファッキン感謝だからな。うわ、センシティブじゃねえんだよ、もうファーストキッチンのバカタレ。大丈夫だ、俺が教えているよ。これね、ホログラムを最初にこれぶん投げてから、これを貫通するように敵に撃つ。ほら、よし、ナイス。いいぞ、お前、いいぞ。嘘ついてるぞ、それは。いいぞ、そうだぞ、それは。あ、僕の方が早い。いいね、それ偽物打ち続けてましたよ。職業はプロゲーマーです。資格はエイムならあります。特技はですね、嘘をつくことですかね。パスだな。頼む、頼む、ちょっと長いけど大丈夫かな、これ。ちょっとね、これ距離長いけど、外今俺出てるけど、これちょっと長すぎかな。頼む。いや、大丈夫、バレてる、大丈夫、バレてない、まあ、バレたと思うけど、これちょっと距離が長すぎた。もう信憑性に欠けたけど、もうちょい短い距離なら本当に強い。どうしたら信じてくれる。何、脱げばいいですか。もうなんか毎回言ってるね、俺脱いだ方がいいのかな、やっぱり。もう全裸実況した方がいいのかな。もうとにかくそんな感じです。はい。いや、でもね、もうそんなね、特技は嘘をつくことですって言ったね、もう人でも採用してしまうね、僕のチームにはね、もうだんだん採用ってしてくれたね、チームには本当感謝です。ありがとうございます。はい。あれ、結構近かったと思ったんだけどな、いなくなったわ。本当ありがとう。もうね、今ね、見てるね、企業さんたちもね、もうもっこりにっこりもっこりしてると思うんですけどね。地下の音だな。イエーイ。おー、どうしたんでちゅか。これね、もう近い音だなと思ったら地下だったわ。てか、俺が近づいた時に地下行ったのかな。とにかくね、まあちょっと強いんでやりまーす。エリア外にこのホログラム投げて外移動するのも強いんだけど、実はラペ狩りが一番強いんですよ。実はっていうのやめようかな。もうなんか怪しさだけが増す。でも、最終学歴レインボーシックスシージの俺のプレイを見ていただければ、もう強さが確実にわかるんで。 CSGO 4年間オーバーウォッチ中退、最終学歴レインボーシックスシージっていうね、もう超高学歴のね、もう経歴を持ってるんで、もうぜひね、見てってください。もうほんとね、履歴書とかに学校書いちゃうようなやつはね、もう確実に雑魚なんで。はい、もうプロギーガミングチームに入りてえと思ったらね、ゲームのタイトルを書きまくって、資格はエイムと反射神経ですって書いとけばね、余裕で受かっちゃうんで、おい、もうぜひね、もう頑張ってください。もう学歴ね、それでも書いちゃうようなやつはね、もう香川県に島流しでもされててください。もうゲームは1日1時間とかで一生言っててください。でもね、うどんはほんと愛してるし、大好きだし、美味しいんで、もうほんと香川県はね、愛してるよ。たまにね、愛を伝えないとね、もう香川県のお偉いさんから、なんだこの街、生意気だな、消せって言われちゃうんで、うー、苦しい。でもうどんだから苦しくないでーす、 なっちゃうんで、もう本当は、ね、愛してます。はい。さあ、エリア外に出したぞ。 ほら、警戒が。なんでラペってよ。お願いだって。なんでラペんないの。もう。でもちょっと待って、まだアリバイはノーアザーは残ってる。ちょっと待って、わまーいの人が、いや、油断してるだろ。もう裏取りやったよとか言ってそう。出れんだよ。お前何エロ動画見てんだよ。あ、普通、ごめんごめんごめん、見てないよ、大丈夫だよ、大丈夫、お母さんには内緒にしとくから大丈夫だよ。うん、大丈夫大丈夫、みんなね、安心して、お母さんには内緒にしとく。すまんな。いって、
あぶねえ。でもね、19万人のね登録者、もういくーの数のね人たちにもう見せちゃうんでね、君がねそうやってスマホをチラチラ見てるのを晒しちゃうぞー。いや、そんなこと言っちゃかわいそうだ。君のそのね、あんつのガラスのハートは傷つけないよ。さあ来い。俺はソファーの角から見えてるから俺の先見え。こちらの勝利だ。敵は排除した。なんで、まあでもありがとう、味方が倒してくるんだ。まあいいや。とにかくね、ちょっと裏技まだ見せきれてないんで見せまーす。ほんとほんと、これがほんと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 。はい、じゃあね、もうレインボーシックスシージ中退したくない人はね、もうこの技見てください。もうなんかね、ホロサイト置くのはいいんだけど、こうやって打つのが重要なんで、わかるか。そう、ホログラムを置いて、ホログラムの上になんか決め打ちみたいなの挟むと本物が打ってるみたいになるから、ちょっと見せるわそれ。あ、ピザマン、ピザマンか。あ、はいはいはい、オッケー、ピザマン、ピザマン、オッケー、ピザマン。なんかね、俺ツイッターでエゴさしてたらね、なんか親の前でメルトンの動画見てたら声がキモいとか言われたとかね、なんか書いてあって、クソ、なんでだよと思って。もなんつうこと言うの、何、俺黒板で引っかいた音と同じぐらいの深いさなの。俺何、黒板なわけ。水当たりで落とせる、水当たりで落とせる。ホント、でもいないよ、いなくね。でもホログラム打ってこないよ。実は俺って人間で、いや本当に信じて、それは信じてよ。俺人間だもん、俺黒板じゃないもん。そう、ほんとね、引っかいた音とね、同じにしないでください、俺の音は。いや、ほんと、美しいこんな美声を聞けるなんて、このチャンネルしかない。黒板の音じゃないもん、別に。俺黒板じゃねえし。さあ、お前、あっ。俺は役付けババアが、お前。いつも決まったような顔しやがって。いや、待って、ここは裏技を見せるとき。今こそ。大切なものを守るとき。あ、待って。いや、スキャンさせたね。これ強いよ。いいよ。これはホログラムの上に銃を打ち重ね、そらえ。俺の勝ちだ。そういうこと。そう、ホログラムの上に重ねて打つんだ。いや、今のでいい。ちょっとご両親感すごかったけどね。いや、今のは強いよ。いや、くれ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 。おまいや。いや、これビアードで機動力がなくて右側にいんならこっから出るしかねえ。いや、マジ俺の勝ち。うわ、強い。いや、一瞬死んだかと思った。でもね、これ白人に倒せる。いや、スピード3でできるこの技だから、この飛び出し結構強いんだよな。ドローンいじってるやつ結構いるからさ、ここで。いや、これ間に合うかな。めっちゃ時間経っちゃった。来た。あ、待って、あれこれテルミットじゃね。やばっ。おい、15秒とかもう CM 分で死んだぞ。やべえよ、広告流れてる間に、ああ、あの人死んでるんだけどってなってるんだけど、やばすぎ。もうそれはね、もうね、テルミでリスキルされるのは、もう、ほんと香川県に島流しされていいと思う。まあでも、僕は大事な試合でテルミットでリスキルされたことがあるんで、大丈夫です。いやー、もうなんか変な記憶思い出しちゃった。なんでこのブサイクな声死んだ。待って、あっぶねえ。もうなんでマーベリックも来た。あ、出た、横揺れのなんとか、来た。うえ、いえいえ。TikTok でいたような気がする、そんな人。イエーイ、俺の勝ち。まあ、とにかくね、裏技使ってくれればね、本当にいいんで。というか、この動画で一番強いのはアリバイを展開シールドみたいに使ってホログラムの上に銃撃つことだね。そう、俺の本当ね、この撃ち方の真似するだけで確実に倒せるんで。あれ、なんかエリア外に投げたやつ壊れてね、これ。いや、これ絶対壊れてる。おい、ふざけんなよ、もう。とにかくさ、許可なく人のガジェット壊すなよ。もう敵のガジェット、ほんとね、これから皆さんね、初心者の人もね、これからガジェット壊す人はもうちゃんとで、チャット、ちゃんとで、チャット何、チャットでしっかりこのガジェット壊していいですかって許可取ってからね、壊してください。初心者の人はね、もうこれよく覚えておいてください。もう新参の者には分からせてやる。いやね、もうレインボーシックスシージ民が本当に多いんで、いや俺も分からせてやりますよ。もう許可なく人のガジェット壊すな。俺の仕事道具が壊れまくってな、俺が嘘ついてる感じになるからやめてくれ。お、どこにいんだお前、芝居たろお前。大丈夫、俺日本語喋れてる。むしろ俺母国語の方が得意なんだよ。あれにじまるてぶつわ、あれにぶつ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 ぶ。アラビアンエディションで実況しても誰も理解できないと思うので、これそろそろ外出てもいいかな。バレてない、バレてない、バレてない。いや、ちょっと怖くなってきたから帰りまーす。いやー、ちょっと最後の暇のどこ。
いや、ダメか、男だ、俺は。ここ男の子、男の子、男の子。おい、なんでだよ、そんなとこになんで待機してんの。もう絶対俺のこと倒そうとしてるじゃん。頼む、倒してくれ。はい、ナイス。まあ、このラウンドはね、失敗したけどね、皆さん、真似してみてください。はい、ということでね、俺は嘘をついていなかったということでね、皆さん、続きは法廷で会いましょう。じゃあ、メルトンでした。バイバイ。